他人事で暑さを感じるのが夏なの。夏じゃん。自分が村井っていうのはあれ夏じゃない。あれ夏じゃないんだよ、本当に、うん、雨だし。雨だし。はい、はい、どうもー、ミッドマイロンです。お願いします。ありがとうございます。ね、毎日頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。簡単です。お願いします。お願いします。ということで、うん、夏ですね、もう本当に。うるせー。え、村企画も良くなかった。村企画良かったです。楽しかったです。楽しかったですね。まあね、ぜひこれからも楽しみにしていただきたいんですけども、はい、待望のね、ものが僕発売しまして、おい、東急ハンズに大量入荷されておりました、うん、はいはいはい。叩いてスルッパアルミ玉やばない。10個買ってまいりました。あ、1個1200円 Twitter に確か流行ったものなんですけど、うん、YouTube に輸入したのは僕らですからね、うん、俺らが多分取り上げてなかったらこれ多分生まれてないよ。間違いない、ね、俺らがやってヒカキンさんがめちゃくちゃ綺麗なのを作って、うん、で多分自由研究みたいな感じで、うん、叩いてスルッパアルミ玉っていう。へえ、どんなもんなのかなと。シンプルにこれを全力でやったらどれだけピカピカのアルミ玉できるかちょっと検証していきたいと思います。アルミホイルもついてる。あ、結構いいハンマーが入ってますよ。適量のアルミホイル。すげえ、3つしか入ってないけど。一応ちょっと読みます。 30cm のアルミホイルが 10m 入ってるらしい。おお、俺ら 25m とかやったもんな。で、ハンマー1本とクロス1本。クロス磨くやつね。これです。メガネ的なやつね。あ、はじめはハンマーのプラスチック面で形を整えて、その後金属部分を使って叩くとツヤが出るよ。強く叩きすぎると表面にひびが入ってしまうよ。強く叩きすぎないように注意しよう。お、よいしょ。あ、違う違う違う、プラスチック面で先にやるなんて。僕はちゃんとやります。端から小さく作っていきます。叩きつつやるぐらいが一番いいね。おじいちゃんでしたからやるやついるんだろうな。移動の車とかでできるの。こっちの面で最後叩く。やっぱ楽しいな。本当のチョキのチョキのお客さん200人ぐらいあった時に10歳ぐらいの子供がトミーにレッドブルのプルタブをこうあげてもらってて、なんか裏でなんかそういう事業してんのかな。プルタブ集め事業。でも受験のことが今きついんかな。ねえ、それこそさ、学生夏休みやけどさ、社会人はもう夏休みないからね。確かに。でも夏休みだなっていうのはさ、毎年感じてほしいじゃん。その、え、早くない？え、ちょっと貸して。やだ。なんで？え、マジ嫌なんだよ。こっちが。本当にちゃんとやるんだったらコツコツやった方が空気が全部抜けてくからいい。よくあるはずなんだよ。長っ。いや、俺のアルミオイルだけ 100m あるドッキリこれ。僕ようやく 10m 作りました。同じ時間やってこの差。マジでこの差。いや、おかしいって。叩くわ、頑張って。やります。楽しい。結構いった。え？お前アルミ玉じゃん。アルミ玉作ってる。完全にもうできてんじゃん。え、何分？30分でここまでいったの、お前。プロだよ、お前。ただ、まあ、ひびが結構目立つな。もうちょいやります、じゃあ。明日ぐらいに見せる。確かに。でも本当このハンマーだけでやるわ。うん。まあ、せっかくなんでこのキットってどこぐらいまでいけるのか、はい、確かにね、気になるんで。ちょっとやりますか。やってみたいと思います。はいはいはい。ということで1日が経ちました。どうですか。見せますよ。見せましょう。まあまあまあ、はい、普通に単純にやっただけなんでね。はいはい、じゃあせーのドン。はい。お、ちっちゃい。おお、お前ちっちゃいやん。俺の方がやっぱちっちゃくなんだ。あのやり方の方が多分ちっちゃくなんだよ、空気抜けるから。あ、あと若干割れんだ。いや、そこまではね、ならんかったね。これがだってポンコツじゃなかった結構。メガネ拭きだからね、これ。これが微妙だったよね。
これで多分めちゃくちゃやればならないわけではないと思う。ただピカールとか、うん、これ通りに俺やっただけだから、うん、本当に1日だとこれぐらいし、まあ、1日以上やればこれ以上いくかもしれないと。プラスアルファで買うのありかもね。そうだね。えてかでかい方がいいか。まあでも別にでかい方がよくね。そういやな、そういやな。はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。